以前にエスコンフィールド、札幌ドーム、そして前回は北海道野球の聖地丸山球場の食堂を訪れました。レジェンドたちのサインが展示された店内、創業以来の人気メニューであるカレーをご紹介いたしました。というわけで今回は旭川市にやってきました。旭川の野球場といえばスタルヒン球場、伝説の投手の名前を刻む北北海道最大の野球場です。丸山球場と違ってナイトゲームが開催できたり、ブルペンが室内だったりします。それはいいんですが、とりあえず球場に入りましょう。球場内を少し歩きます。水飲みコーナーが充実しています。それではスタルヒン球場の球場飯を食べに行きましょう。スタルヒン球場の名物飲食店、そばコーナーに着きました。そばコーナーですが、そば以外もあります。かけそば430円となっていますが、数年前までは300円とかでした。今回はスタルヒンそば570円を注文します。噂によると、天ぷらがグローブ、卵がボールを表しているそうです。メニューに天ぷらと月見がありますので、月見天ぷらがスタルヒンということのようです。念のため iPhone SE と大きさの比較です。思ったよりしょっぱくはなくて、あっさり食べられました。量もそこそこあって大満足です。ごちそうさまでした。支部予選だし天気も悪いし、あまりお客さんも入っていませんが、売店もそばコーナーも営業してくれて感謝です。以上、旭川からお送りしました。